guess you were right when I met you. Still there, what she is in your来たら大事な約束を破って建前に行っちまうなんて、もう本当にごめんなさい。いいのよそんなこと。約束なんかうっかり忘れるなんて誰にだってあるわよ。でもそのせいで陽平くんの頭が丸坊主に。しばらく床屋に行かなくて済むし、かえって経済的よ。一路ちゃんに悪気はないんだしさ、だいたい助っ人頼ってる野球チームなのに、負けたら坊主なんて賭けするうちの子がバカなのよ。そう言ってもらえるとほんと助かるわ。あら、陽子ちゃん大きくなったわね。もう1年2ヶ月よ。みるみる大きくなるわね、他人の子は。奥さんもどう？あと1人ぐらい。とんでもない、一路だけで手一杯だってのに。あら、一路ちゃんだって下ができれば、しっかり者のお兄ちゃんになるかもしれないわよ。まさか、悪い見本が関の山よ。メロンには笑ったなよ、へえ。ふざけやがって、一路のやつ一生口聞いてやらねえ。でもさ、出任せにしても俺ならもうちっとマシな名前にするけどな。いくらなんでもメロンじゃ嘘バレバレだよな。でも一路がそんな嘘言うなんてやつらしくねえよな、ヨヘ。知らねえ。うちの父ちゃんは一路がなんかに取り憑かれたんじゃねえかって言ってたけどな。メロンに取り憑かれたりしてな。一路なら食い物に取り憑かれてもおかしくねえ。ああ、そんなこと言ってたらメロンが食いたくなってきた。病気にでもならねえと食えねえよ。俺なんかしょっちゅう食ってるぜ、メロン。お前が食ってるのは無理だろ。あ、捨て犬だ。おう、うわ、かわいい。そうか、捨て犬にしちゃでかくね。豚飯の趣味わかんねえ。どうせ買えないんだから、また母ちゃんに怒られるぞ。いいから行こうぜ。お前んち犬なら10匹もいるだろ。11匹だよ。それに猫が9匹、アヒルが2匹、カメは5匹、ザリガニは草の。それに豚も1匹。おい、おい、おい、行くぞ。イチロ君、明日はもうダメなの？明日こそ傭兵に思い出させて。ううん、もう行かないと間に合わないの。やっぱり生きるか死ぬかの話なの？おいら今から傭兵をとっ捕まえて。あ、本当にいいの？でもおいら役に立たなかったじゃないか。うん、十分よ。理由も聞かずに無理なお願いを聞いてくれてありがとう。お姉ちゃん、怪我までさせちゃってごめんね。じゃあもう私行くね。
ありがとう、一郎くん。お姉ちゃん。ごめんよ、お姉ちゃん。ごめんよ。もう、止まんなよ。一郎、一郎、こんなところにやがったのか。探しまったじゃねえか、バカ。バカはお前だ。今頃来たって遅いんだよ。オイラはたった今からお前とは絶交する。絶交は後回しだ。お前は確かに取り憑かれてるよ。でもそのおかげで俺思い出したんだ。メロン、メロンのこと思い出したんだよ。え、本当か、ヨヘイ。本当に思い出したのか。俺は今から田舎のばあちゃん家に行ってくる。え、今から。すぐ行って約束を実行する。お前も来るか、イジロー。うん。あ、でも電車に乗る金がない。金なら任せろ。さっき家に帰って母ちゃんの財布盗んできた。きでも今から行っても間に合わないって。そのメロン姉ちゃんが。お姉ちゃんなんかじゃねえ、メロンは猫だ。え、ね、猫？猫ってあのニャーって鳴く猫？お前猫と約束したの？そうだよ。悪いかよ。いや、猫だったんだ、お姉ちゃん。去年の夏休み、母ちゃんがお産で入院して、俺がばあちゃんの田舎に行ったろ。うん。ばあちゃん家は近所に子供もいないし、俺暇でさ、ばあちゃん家の前の川で毎日釣りして遊んでたんだ。ふーん。だったらオイラを誘えばよかったのに。ある時、俺がいつものように釣りをしていたら、箱を開けたらびしょびしょの子猫が5匹も入ってて、もうほとんど死んでたんだけど1匹だけ生きてたんだ。生きてるまま川に流したのか。ひってえやつがいるな。とにかく放っておけなくてさ、ばあちゃんに飼ってくれるように頼んだんだけど、ばあちゃん猫が嫌いでさ、じいちゃんが喘息ってこともあったんだけど、結局どっかに捨ててこいって言われちまってさ、ばあちゃん家だから無理言えないし、でも捨てることもできなくて、風呂炊き用の薪になるはずだったメロンの箱をもらって、川べりのなんか良さそうなところにそれを置いて猫の家にしたんだ。うちったってただの木箱だけどな。いいぞメロン、気に入ったか、この家は。これでメロンか。通りで変な名前だと思ったぜ。それから毎日餌を運んだり、二人で釣った魚を焼いたり、朝早くから暗くなるまで俺はメロンと遊んだんだ。退屈だった毎日がすっげえ楽しくなってさ、で俺はメロンと約束したんだ。俺が帰るとき一緒に帰ろうって、俺ん家で買うからって。俺ん家で一緒に暮らそうぜメロン。絶対なメロン、ずっとずっと一緒な。約束って言ったけど、そんな大げさなことじゃなくて、忘れても怒るようなことじゃないくらい小さい。うん、約束なんて言えないくらい小さいことなんだ。
ないよ、お姉ちゃん。なんで約束守ってやらなかったんだよ。父ちゃんがダメだって怒ったのか？いや、父ちゃんには話してね。え？俺は今日のさっきまですっかり、全く綺麗さっぱりメロンのことを忘れちまってたんだ。なんでだよ。自分でも信じられねえよ。確かあの時ばあちゃん家に病院の父ちゃんから電話が入って。陽平、陽平、父ちゃんがすぐ帰ってくるようにって。え、赤ん坊もう生まれたのか？そうじゃないんだよ、ばあちゃん。まさか、まさか母ちゃんなんか。母ちゃんのお産が重くて危険だからお腹を切ることになったって。だからすぐ帰ってこいって電話だったんだ。帰る電車の中でも母ちゃんが死んだらどうしようってことばっかりで。僕、ゆで卵あげようか？メロンのことなんか頭の中から吹っ飛んでた。母ちゃん、死ぬなよ、母ちゃん。母ちゃん。結局、母ちゃんの手術は成功して、妹も無事に生まれた。それからは、入院している母ちゃんの代わりに、俺が妹にかかりっきりで。父ちゃんなんか絶対信用できないから。陽平、一分経過だぞ。うん。おかげで俺は大忙しさ。母ちゃんが退院してからも、妹の面倒見るの俺じゃないとダメになってたから、ただの小学生に戻んのに時間がかかっちまったぜ。そういや、オイラと遊んでくれない時期があったよね。そんなわけで、俺はほんと、さっきのさっきまで忘れてたんだ。メロンのことも、メロンとの約束のことも。俺は。俺は。最低だ。だったら陽平、オイラが約束を忘れてたことあんまり責めなければよかったね。なんでだよ、関係ねえだろ。それとこれは、俺はメロンとの約束を破った。だから俺はメロンにどんなに責められても一生かけて償うつもりだ。お前は俺との約束を破ったんだ。それはお前が一生かけて俺に償えよ。とにかくメロンは俺に伝えたいことがあって、なんか知らないけど一路に取り付いたんだ。取り付かれたわけじゃないけど、でも傭兵に助けてもらいたいのは本当だ。あと1時間ぐらいだ。駅に着いたら走るぞ、一路。うん、お姉ちゃん、今傭兵が行くよ。だから頑張れ。メロン、どうか無事でいてくれ、メロン。俺は間に合うか。走れ一郎、車なんかほとんど走ってないから全力で走れ。どれぐらいだよ。歩くと30分ぐらいだから走れば15分ぐらいだ。15分？なんでもっと早く気がつかなかったんだよ。うるせえ、言うな。だからオイラが最初に行った時にさ、一郎がお姉ちゃんなんて言うから俺が思い出すのに時間かかったんだろ、バカ野郎。なんだよ、オイラのせいかよ。自分は1年近くも忘れてたくせに。分かってるよ、うるせえな。メロン、ごめんな。どうして俺は今まで忘れてたんだろう。メロン、傭兵、走れメロスってあったろ、お前の好きなやつ。ああ、それがどうした？なんか今それ見たくね、走れメロン。何言ってんだバカ、走ってるのは俺たちでメロンじゃ。
がする。こっちでいいのかよ。一年もずっと同じとこにいるのか。知ってる。ずっとずっと俺を信じて、俺が迎えに来るのを待ってるんだ。メロン、遅くなってごめん。俺今迎えに来たぜ。メロン、メロン、メロン。一度傭兵くんには命を助けてもらってるから。人間に捨てられて長い長い恐怖の中から傭兵くんが救ってくれたの。にゃうちを作ってくれて、魚の取り方を教えてくれて、何よりたくさん遊んでくれた。楽しかったな。だから本当はもう十分なの。もしこの子たちがいなかったら、傭兵くんに助けを求めたりしなかった。ここはずっと平和な場所だったんだけど、しばらく前から野犬が一匹紛れ込んで、何度か戦っているうちに怪我がひどくなっちゃって、もう逃げきれないなって思った時、もしかしたら傭兵くんならなんて助けを求めちゃった。もっと早くオイラたちが来てれば。ううん、私は最初に受けた傷が深くて、どっちにしても助からなかったの。親子仲良くここで死んじゃう運命なのかなって諦めかけたけど、でもこの子たちはまだ楽しいことしてないな、なんて思ったら、つい傭兵くんに。傭兵は楽しいよ。一緒にいたらきっと楽しいよ。オイラにはちょっと厳しいけどね。だけど、どうしよう一郎くん。私ったら自分のことばかりで、洋平くんをこんなに泣かしちゃうなんて。大丈夫だよ。だって
男だもん。それから傭兵は手がつけられないほど泣き続け、傭兵の母ちゃんからの知らせで探しに来た傭兵のばあちゃんにおいらもまとめて叱られた。手を出たって聞いたからどれだけ心配して待ってたか分かってるかね。っていうか傭兵がいつまでも泣いているからおいらが二人の代表で叱られた。そして河原の安全な場所にメロンを埋めて、傭兵をお墓から引き離すのに一苦労して、最終電車で家に帰った。約束だろ父ちゃん。確かに言ったけどな、まさか三匹もいるとは。俺はメロンとの約束を守る。だから父ちゃんは俺との約束を守れ。まあ一匹も三匹も同じだよ父ちゃん。その代わりもう二度と書道教室をサボるんじゃないわよ。ちゃんも一緒ならサボらず行くっていうのかい？え？オイラも一緒に？Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you leave me breathless.But it's okay, cause you are my survival. Now hear me say, can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enoughおじさんに頼まれてクリスマスプレゼントを届けに行ったんだけど、相手の高人ってやつ、プレゼントに見向きもしないどころかおいらを嘘つき呼ばわり。ちっくしょー。おい高人、世の中には一家に一つしかプレゼントをもらえないかわいそうな子供もいるんだ。プレゼントくらい素直にもらってやれ。俺にとってクリスマスは父さんの命日なんだよ。